バシャギャラリーは、フランス、ベルサイユにある博物館で、ベルサイユ宮殿の一部である、第9舎内にある、入館無料。プレイス・ディ・アーマ、ベルサイユ、フランス宮殿正面を背にして、左側の第9舎内。1831年、国王ルイ・フィリップは、フランス革命に橋を発する王家の所持品の破壊と、競売を免れた、美術品を集め、ベルサイユ宮殿を、 フランスのすべての栄光のためにと銘打った美術館として公開することにし、馬車もその一環として収集された。1837年、宮殿が美術館として一般公開される。1851年、馬車が建築家、シャルル・オーギュスト・ケステルがトリアノンに建てたトリアノン乗り物博物館で一般公開。アンシャン・レジーム機のソリ、セガンチェアもこの時までに収集された。 1978年、トリアノンのコレクションが第9社内に移管された。建物は1913年にフランスの歴史的建造物に指定されていたが、当時国防省、県の資料部、国立美術学校などの事務旨として使用されており、文化財の再生に奔走していたベルサイユ宮殿のキュレーターからの強い要望で和社の収蔵展示場所になることになったためである。 代わりに、トリアノンの博物館は取り壊され、1985年、第9社でコレクションが公開された。2006年に展示スペースを拡大するために一旦閉館し、2016年にゴルリーデカーサス・馬車ギャラリーの名称でオープン。拡大工事に際し、ミシュラン企業財団のメセナを受けた。第9社は、王の第一建築家。 ジュール・アルドゥアン・マンサールが1679年から1682年にかけて建設した。左右対称の建物で正面の広場を囲み、中央に半円形の中廊を構える。中央部分奥は、現在ベルサイユ馬術アカデミーの劇場として使われている屋内馬場があり、中廊北側に旧車の入り口、南側に馬車を展示するギャラリー入り口がある。 馬車ギャラリー部分も元旧車であるため、馬術学校の旧車とは、天井、壁の様式、通路、照明の形式が同じであり、またそのような元の状態を損なわないように修復されている。馬車は馬房のあった場所に置かれている。拡張工事により、展示場所は2つの旧車に広がり、合計1000平方メートルになった。18世紀から19世紀までのフランスの馬車を、 中心に、バグ、ソリ、セダンチェアなど。元来類16世時代までは、王族が死去すると、馬車や、セダンチェアはすぐに、旧車から出されて、やがて売り払われていたことと、フランス革命による王家の物品の破壊、競売を経ているため、アンシャンレジーム機能ものは少ない。馬車には、地面の衝撃を和らげる構造、馬が車両を牽引し御者が馬に指示する仕組みなど、 快適に乗るための当時最先端の工夫を見ることができる。また、バグや馬車内外の細やかな装飾は最高級の職人技の集大成で、設計、家具、バグ及び馬車製造の技はもとより、鏡、ブロンズ、鍵、金箔、溶接、塗装、長金、織物、組紐などの仕上がりを隅々まで堪能できる。展示されている馬車は年代を経て、 複数の人物の採点で使われ、またそのために改造、修復が繰り返された。修造例、短い距離の移動の際には、馬車で込む、道の間を縫って、進むことができ、また、馬車ほど経費がかからず、馬をつなぐ手間もなく、便利で需要が多かった。ラコルディ・デカーサス、シャトー・デ・ベルサイユ、ハリーン・デ・ラレックス、イテイブリスメント、パブリック・ジュ・シャトー、ジュム・ゼイ・ジュ・ドメヌ、 ナショナルデベルサイユ、エイダスヨンアートリーズ、2016、ISBN978 から2から 854956412P68、ノーティスの OPA00087674、ベースメリーメイ、ミーニーステアフランセデラカルチャー、サイトウェブテンプレートでは、アクセスデート、イコール引数が必須です。1953年から1980年まで、 ベルサイユ宮殿の学芸課長であった、ジェラルド・ファンデル・ケンプが、宮殿の再生に尽力した。ギャラリーの不都合ウィキペディアより。https, ホンダシオン、ミシュランドットコム、fr, la ンダシオン・デントラップ・ライズ、ミシュラン、ル・モジュ・プレジデント、ラン・ゴルリー・デ・カーサス、シャトー・デ・ベルサイユ、ハリーン・デ・ラレックス、イテイブリスメント、パブリック・ジュ・シャトー。 ジ,ジュムーゼイジュドメーヌ、ナショナルデベルサイユ、エイダス4アートリーズ、2016、ISBN 978から2から8 5 4 9 5 6 4 1 2 p 3十2 h t t p コロンスラッシュスラッシュ CULTURE-ARCHIVES. ベルサイユ .fr ありがとうございます。